石のアラフォーと呼ばれる深田恭子36がただいま絶好調。プライベートでは年商200億円男との熱愛が発覚したばかりだが、仕事の面でも主演した冬ドラマでヒットを飛ばし、さらに夏ドラマでもヒロイン役が内定しているという。冬ドラマの中で注目を集めたものの一つが、初めて恋をした日に読む話、TBS 系、火曜夜10時。深田演じる塾講師が、タイプの異なる、イケメン3人から言い寄られるというラブコメディだ。視聴率は、好調をキープし、最終回に、番組最高の 9.6% を記録した。結果、放送終了後には、恥恋、ロスという現象まで取り沙汰されるほどだったのである。ドラマは、脚本の良し悪しも、視聴率に影響します。とは、芸能レポーターの浄化村の氏である。恥恋では、深キョンが30代の恋愛ベタな女性を演じ、時代にマッチした役柄ということもあってヒットした、わけです。デビューしてからの数年間は、アイドルとして、男性人気が高かったのですが、彼女も、年齢を重ね、女性が共感できる役どころを演じられるようになって、余計に人気が出てきたのです。次はイテル。これまでも、深田はコンスタントに、ドラマ出演を果たしている。例えば、昨年は、隣の家族は、青く見える、富士系、一昨年には、ハローバリネズミ、TBS 系といった具合だ。フジテレビ関係者によれば、実はまだ公表前なのですが、7月から放送がスタートする木曜ドラマのヒロインに深田さんが内定しています。ミステリー小説が原作のラブサスペンスで、相手役も若手実力派俳優の瀬戸康史に決まりました。隣の家族は青く見えるでは、深田さんは妊活妻を演じたものの、平均視聴率は 6% 台と振るわなかった。でも、恥恋人気の効果で、次はいけるのではないかと見込んでいます。年商200億円を稼ぐシーラホールディングスの杉本、ひろゆき会長、41、をゲットした上に、仕事でも絶好調なのである。深田さんは、ともすると、ぶりっ子調になってしまうことがありましたが、恥恋は臭みが取れた演技で好感が持てました。と解説するのは、作家の麻生千秋氏である。ずっと、可愛子ちゃん路線で来て、30代になったところで、所属するホリプロとしても本人に、傷がつかず、かつぴったりと合った役を見つけてくるようにしているのではないでしょうか。深田さんは何の役を演じても同じに見えてしまうなどとあまり良くない評価を受けることがあります。しかし年齢が顔に出ることもなく、いつまでも変わらない自然体が彼女の良さであり魅力なのです。要するに、年齢より見た目の方が若く見える間は、勢いが続くということか。